真夏の日差しが照りつけた7月下旬、東京、目黒区の路上は一時騒然となった。その場に居合わせた、30代女性が興奮気味に話す。サンドイッチ店から突然、平野翔くん、26歳、が出てきたんです。私は紫光くんの大ファンなので、びっくりしすぎて倒れそうになりました。顔が小さくて、サラサラの髪が風になびいていて眩しかった。 しかも足元を見たら、まだ、あのスニーカーを履いてくれていた。変わらずファンを思ってくれているのかなと嬉しくなりました。平野は5月に神宮寺雄太、25歳、岸優太、27歳、とともにキングプリンスを脱退してジャニーズ事務所を退所。7月に滝沢秀明、41歳が立ち上げた新会社、2B に合流した。 冒頭で平野が履いていたスニーカーは、スニーカーブランドのゴーイズホワイトと、ラッパーで音楽プロデューサーのクレバ、47歳がコラボした一足だった。クレバさんは、キンプリの代表曲の一つ、一番の作詞、作曲を担当しました。昨年末、5人体制最後の紅白歌合戦で歌ったのもこの曲でした。 ファンの間で大切にされている一曲でもあります。平野さんはそうしたファンの心情を理解しているのではないでしょうか。芸能関係者、ブランドで決めていたのは足元だけではなかった。平野さんがこの日の様子を自身のインスタグラムにアップすると、ロエベの T シャツが6万6千円、そして左腕に光る金色の腕時計が約870万円のロレックスだと SNS 上で特定されました。 想像以上の金額に驚きの声が溢れました。前室、芸能関係者、平野のブランド好きは今に始まったことではないという。実はジャニーズジュニア時代からファンの間ではハイブランドが似合うことで知られていました。ブランドものを身につけて外出した姿をファンに目撃されたこともあります。先日は 2B の生配信に全身類ィトンで登場して、アクセサリーなども合わせて、 総額120万円コーデ、と話題になった。一般人なら気遅れしそうなキラッキラの全身ブランドファッションも、平野さんだからこそ着こなせるのでしょう。全室、芸能関係者、ブランド以上に輝きを放つ、平野の活躍に注目だ。